超いい天気。超いい天気ですね。最高なお天気料理だと思います。あ、でもあれ、あさってがめっちゃあったかい感じですかね。寒っ。腹すいた、マジで。お腹すかないって聞いてもあれか。超お腹すいたんだけど。やばい、お腹めっちゃなる。やばいのも顔パンパンやねんけど、やば。でもちょっとがっつり寝起きすぎてやばいわ、自分でも。なんかうちさ、なんならさ、目覚まし止めまくっとったからね眠すぎて。そう、15分前にベッドから出た。ちょっと眠くて。いえ、すごい、なんかもう中めっちゃなんないけど、やば。ペコペコだぜ。ちょ、お腹だったら気にしないでね。まだ残りの日数あるけど大丈夫。うん、大丈夫。なんか常にこんな感じやから、より大丈夫。え、うん、いや
全然余裕じゃないだって逆に。だって制限3時間っていう規制ない時、5時からやってさ、で12時までやっとったけんさ、めっちゃもう1日睡眠2時間とか3時間とか普通やったからな。で仕事もしてたし普通に、でも全然余裕でしたね。けどちょっと寝起きすぎて顔むくみすぎくないよりな、お腹鳴った。まだ起きてさ、ゆりなさ、今20分ぐらいしか経ってないから顔アンパンマンみたい。寒い。エルカチの寝起き、頭ボサボサやもん、なんかボッサボサ。もう本当にアイドルとしてこういう寝起きはどうなんかって思うけどね。もうじゃあそれより睡眠をとったわ。もうちょっと鳴目覚ましは止めたよね普通に。なんかさ、本当に最近さ、絶対さ、こんなに起きてるからさ、眠いのにさ、もう本当にさ、頭ポンポコポンなんかしてね、昨日も2時半過ぎまで起きてたんですよ、私。もうね、夜行性の習性がな、治らん。ちょっと結構昼夜逆転の生活しとったけんさ、仕事がなくて。だけんね、急にね、こんな時間に起きるのも久しぶりだ。いや、めっちゃお腹鳴ってる。たかお腹すいた。あれ、これ終わった。朝ごはん食べよう。やばい、あくび止まらへん、どうしよう。早く仕事したいね。でもそう思う。やばい、お腹が鳴るぜ。いやん。次のやつはね、9時25分だ。1時間5分だ。基本的1時間5分明けで計算してるから、次は1時間5分後。起きてる？だって起きてるよ。
これさ、今タイムテーブル入れたけどさ、入ってんのかな？入ってないわ。やっぱこっちで配信してるとさ、あれなのか、入らないのか。マジで朝話すことないわ、本当何も。今日どれぐらい暖かいんだろうな、体感的に。さすがに眩しい。結構明るいからな、結構あったかそう。どうしようかな、服装。めっちゃ電気いいよ、超明るい。カーテンをね、開けてるんですよ今。だからほら、ここ明るいじゃん。これカーテン開けてるから。あぶ。いい光だ。ああ、1時間5分も何しよう。ちなみに次は9時25分から。マジでパキ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 言うよね。大丈夫かな。音楽聞かないの、ここで。ここでは流せない。あね、こうやってね、こうやって聞かないのって。そう、あ、じゃあ後で聞くね。じゃあ音楽聴いてると歌っちゃうからさ、基本的に。そうそうそう、ここショールームって AKB グループの歌しか歌えないからさ、もしさ、これ聴いててさ、思いっきり歌っちゃったらバーンバーンされちゃうからさ、これ終わったらじゃあ聞くね。イエーイって感じで任せといて。少しだけ仮眠取る。いやー、うち一回起きるともう二度と寝れないんだよね、基本的に。超疲れてるんだったら寝れるけど、ま基本的な疲労具合ではね、あんまり寝れないんだよ、ユリナ。だからね、一番こういう小刻み、早起きの小刻みにしかっていうのが一番し、ね、なんか どのタイミングで、ねね、寝れるんだろうって思ってね、寝れないからさ、起きとくよ、もちろん。
もちろん起きとくよ、頑張って。ただゴロゴロはしていようかなとは思ってる。よし、ランキング読むか。13位ロボさん、12位まさみさん。あ、なんかこの感じは初めて見る感じですね。初男女ですか、ありがとうございます。11位ゆうすけまりゅさん、うーん、初めてな気がするけど、どうだろう、今朝だから頭動いてないかな。いいな。10位ヤングさん、9位台湾夜嵐さん、魚体選びようだって、ああ Thank you。 8位ナッティさん、7位ホークさん、6位春太郎さん、5位マックさん、4位カズさん、3位マックスさん、2位タカさん、そして今日の第1位はユミゴンさんでーす。イエーイ。いやー、久しぶりにね、こんな早起きっていうほど早起きじゃないんだけど、なんていうの、昼夜逆転してる分さ、夜がさ寝るのが遅いし、まあまあな時間に起きてるからさ、早起きではないんだけど、睡眠時間の久しぶりですわ、こんな感じ。今日も頑張っていきたいと思います。とりあえず次は9時、9時25分からです。なんで皆さん、それまでに星集めとか捨て星とか、よろしくお願いします。というわけでランキングはね、あ、どのランキング、あ、そっちのね、現在5位というわけで、おー、4位までの最倍ぐらい膨らんでんだけど。63万3091ポイントという、倍ぐらいに膨らんでおりますが、頑張りたいと思います。はい、それでは次の配信、1時間5分後にお会いしましょう。バイバーイ。